はい、どうもこんばんは。皆さんお元気ですか？僕は元気ですっていうことなんですけど、今日は、日本の、トップが、ふざけた挨拶をしたっていうので話題になってると思います。で、今日のテーマは、この老いぼれがっていうテーマで話していこうと思います。これはどういうことかというと、12月11日の、動画中継サイトニコニコ生放送に出演し、こんにちはガースーですと挨拶をしたと。菅の、ガースーの由来なんだけど、記者からの意地悪な質問にも冷静に答える姿勢からつけられたと言われるって書いてあります。まあ俺は、はっきり言うんだけど、このクソじじいさ、この老いぼれが、今はそういう時じゃないんだよ。ここにさ、親しみやすさって書いてあるんだけど、今はそんなのは必要ないの。皆さんも、今年中には、このウイルスの問題は、収束することはないっていうのは分かってると思います。で、まあ俺は、医療関係者、専門家、プロでもありません。プロじゃないんだけど、まあこれだけは言わせてくれ。未だに、この老いぼれは、GoTo がどうするかって、まあ、話し合ってると。で、この老いぼれは、GoTo が、直接、感染につながってるとは考えにくいって言ってるんだけど、まあ、結局は金でしょ。金の問題があるから、経済を、まあ、止めることができないっていうのがまず一つ。まあ、俺は、前にも、経済を止めろっていう動画を出してるんだけど、皆さんが、どういう職業に、まあ、ついてるかはわかりません。で、まあ、思うのは GoTo って今必要？まあ、GoTo イート、GoTo トラベル、まあ、あると思うんだけど、今さ、まあ、そんなのやってて大丈夫？って思わない？っていうのは、まあ、俺は今は東京に住んでます。でも、実家は北陸の田舎です。で、どれぐらい田舎かというと、1時間に、1本か2本ぐらいしか電車が走りません。で、昼間なんか、1両編成、多くても2両。で、もちろん車がないと、生活ができません。まあ、それぐらいの田舎に住んでました。で、俺が、まあ、都会を知らなくて、まあ、東京を知らなくて、ずっと田舎にいる人間だったら、毎日のニュースで、東京って、まあ、感染者多いし、人も多いし、怖いな。でも俺は田舎だし、まあ、関係ないやって思ってたと思う。でも、まあ、こうして、東京に住むと毎日、まあ、感染者が増えてるっていうのは事実で、医療現場もニュースで知っての通り圧迫してる、病床もないっていう危機的状況に陥ってると。で、東京だけじゃなくても、北海道、大阪、兵庫、神奈川、まあその他にもあると思う。で、医師の、尾身会長も、老いぼれに病床が圧迫してます、医療が崩壊しますよと、 GoTo を一時的でいいのでストップしてくれませんかって訴えかけてんの。でもこの老いぼれは全く聞き入れようとはしない。で、なんで、これだけ、まあ、感染者が増えてるのに、まあ、経済を止めないのかっていうことなんだけど、結局は金。金、もしくは自分は感染しない、感染しないだろうっていうわけわかんない、自己中的な、自信があると思う。で、田舎だったら、人と接することって、会社だったり、学校だったり、人が集まるところに、まあ、行かない限りは、密集するっていうことはないと思う。でも東京はちょっとした、コンビニだろうが、マクドナルドだろうが、デパートだろうが、どこに行っても人は出歩いてる、人がいるんですよ。俺は、まあ、東京に住んでるんで、実際自分で目にしてる。だからこれだけは言える。で、この医療崩壊の問題は、まあどうでもいいと。特に地方にいる人なんか、まあ俺はかかんない、私は関係ないわって思ってる人もいると思うんだけど、まあ、医療が崩壊するっていうことは、ちょっとした怪我、まあ、インフルエンザなんかも見てもらえないっていうことは、まあ、自宅で苦しんでてください。もう医者も足りない、病室も足りないっていうことは、あなたを見ることはできません。勝手にどこかで苦しんでてください。死の宣告をされる未来が近づいてると思います。で、まあ、俺は、経済を回しながら、ウイルスと戦うっていうことは、まあ、両方は無理って動画で言ってるんだけど、
結局、まあ、風邪をひきましたと。皆さん、風邪はどうしたらうつりますかっていう話なんですよ。人と人と、接触があってうつると思うんですよ。なので、まずは、人の動きを、止めない限りは、このウイルスの問題は、収束することはないと思います。俺は専門家でも医療現場でも、プロでもない。プロでもないんだけど、人と関わるから、まあ、感染者が増えるっていうことは間違いはないです。なので、皆さんも、少しでも、このコロナの問題、医療現場の方々のことを考えるんだったら、YouTube だけじゃなくても、その他の、まあ、SNS で、日本のトップが、まあ、老いぼれで話にならないんで、まあ、呼びかけるっていうことが、大事だと思います。はい、ということで、今日は、この老いぼれがっていうテーマで話してみました。皆さんは、何をしてて、どこに住んでるか全くわかりません。全くわかんないけど、まあ、感染者が増えるっていうことは、まあ、今は都会だけなのかもしれない。でもそのうちあなたが住んでる、田舎にも、感染者が、広がると思います。なので、僕の考えは、一刻も早く、早急に、緊急事態宣言をお願いします。なぜなら、医療現場の人たちを第一に、まあ、考えてるんで、何かあって、まあ、感染しない、何でもいいよ、私は関係ない、思っててもいいんだけど、最終的に、見てもらうことになるのは医者なので、医者の力がないと病気を治すことはできないんでということです。まあ、皆さんも、いろんな意見があると思います。まあ、こいつ何言ってんだと、この登録者数がどうのこうのって言ってくるんだったら、まあ俺は、動画にして、皆さんで、楽しもうと思います。はい、という感じで今日も、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。